久保さん、今回竹内力で行きましょうか。竹内力。まああの、南の帝王、万田銀次郎使われちゃったんで、竹内力で行きましょう <laughs> まああのね、セリフで僕が好きなのがね、あの、大人はみんな嘘ついてると。借金が悪い悪い言うけども、みんな借金しとるかなと。 家は借金、ローンで借りるし、買って買ってるし、車はローンを組んで借金して車買ってるし、みんな借金して,金して欲しいもの買っとるかなと。借金どこが悪いんやと。僕はこのセリフが非常に好きで <laughs>。なんかね、みんな都合のいいとこだけ、都合の悪いところだけ借金って言って、都合のいいところはローンみたいなね。え、じゃあ全部ローンでいいじゃんみたいな。 そっちのローンは良くてこっちのローンはダメなのみたいな借り入れしてるのは変わんないんだけどね結局借金なんで借り入れしてるわけじゃないですかあれはねまとめてて僕はねすごくセリフで好きですね嘘をついてるみんな大人はみたいなだから信用したらあかんみたいなね <laughs> なんかすげえ好きなんですけどうんまあ確かにねあのー、まあ検索ね あのー、僕ね一回聞いたことありますね社長と社長が尊敬する人って誰ですかってそれはグーグルで調べられないですよねグーグルで調べられたかって言われないですよね、うん、まあそれは稲森和夫さんって言われて僕は稲森和夫さんをそこで初めて知るんですけど、うん、まあいろいろ勉強した方がいいんじゃないですかうんなんか常識を疑うというかいろいろ聞いてみたりとか 色々やってみたりとかうんまあそこにはあなたの知らない世界があると思いますよ。うん借金が悪いと思っているけども借金しているっていう事実があってうーん何なんですかね面白いですね皮肉ですねいってらっしゃい。